はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルミシです。では今回はハーツオブアイアン4の続きをプレイしていきたいと思います。というところなんですけど、早速ですね、実は前回の最後から少し進めていまして、なかなかうまくいかなかったベトナムへの強襲上陸作戦ですね、これをですね、目的をベトナム第2の都市ホーチミンではなく、ベトナムの首都のあるハノイ、こちらに仕掛けてですね、無事成功したというのがあります。ただこれもですね、ちょっと何度か試行錯誤してようやくうまくいったので、本来だったらその試行錯誤して悪戦苦闘する様を皆さんにお届けするのが、まあ、本来なのかなと思うんですが、これがなかなか苦戦したので、すいません、今回はハノイへの強襲上陸がうまくいった後からのプレイということで続きをやっていきたいなというふうに思っています。で、今の戦闘としてはですね、ちょっと供給マップに切り替えて、ご覧の通り、首都ハノイ近辺を抑えたことによって強襲上陸した遠征軍、ここへの供給はうまくいっているので、この先はですね、このまますでに宣戦布告をしたラオス、その首都ビエンチャンに向けて進撃、さらにカンボジア、プノンペンですね、そしてハノイを占領したことによって第二の都市、ベトナム第二の都市ホーチミンが首都に変わっているので、ホーチミンを目指していきたいというふうに思っています。では早速続きをプレイしていきましょう。あとまずやっておくこととすると、空軍の経験値がマックスまで溜まっているので、4.5 世代の攻撃機ですね、これをちょっと改造しておきましょう。一つもうこれ以上新しいものが作れないので、さらにね、強力なものにチェンジということで、三菱 A10J のマーク2ですね、これを作っていきましょう。で、それに伴ってマーク2へと切り替えていきます。これでまた空軍の経験値を使えたので、これでよしとしましょう。あとはですね、カンボジア、ベトナム、ラオス、この辺りがある程度先が見えてきたので、続いて宣戦布告するね、国を増やしていこうということで、まずインドネシアですね、あとマレーシアはすでに宣戦布告の準備を行っているので、マレーシアは良くて、そうすればあとどこがあるかな、まだねちょっと中国、北朝鮮とは戦いたくないので、その準備としてミャンマーあたりにじゃあ宣戦布告をしておきましょう。宣戦布告の準備ですね。で、あとはディシジョンを使っておきますか。どうしようかな。1000必要になってくる新しい内容ですね。ここをうまく使っていきたいな。このあたりはドイツだったりフランス、イギリス使っていけるのでやっていきましょう。で、すぐに使えちゃうようなこういうところはやっていきます。その他はちょっと1000貯まるまで様子を見ていきますか。軍需工場4、これ欲しいな、すぐやりたいな。あとは総動員にはしたくないでしょう。経験値も今普通に欲しくはないので、あとは原子炉1つか、まあ、同じ陣営に属してないからこれももらえないしね。となると取り急ぎというところでは、
一旦千日経つのを待つ、それが一番いいかな。まあ、ロシアと仲良くするというのも微妙だしね。インターナショナルミリタリーエクス、これもどうかなって感じするしな。やっぱり欲しいのはもう少し政治ポイントを貯めましょう。でだ、肝心の戦争の方はどうなってるかというと、ビエンチャンに向けて進軍しているところ、ラオスの首都ビエンチャンに向けて進軍している部隊が少し足が遅いな。まあ、ただ供給マップを見ておくと、まあ、部隊が少し多くなってきているので、イエロー状態なので、まあ、ゆっくり進軍で確実に、部隊の減少を避けながら進んでいきましょう。あと戦争の最前線の場所が少し変わってきているので、艦隊の配置を変えていきましょうか。ハノイからね、ちょっと艦隊を動かしていきましょう。第一艦隊の方に、日本第一艦隊ですね、こっちの方に大砲最新鋭の空母が完成してるな。これ第七艦隊として組織しちゃいましょうか。じゃあ第七艦隊として組織をしていきます。で、提督、空いてる提督はいないので、ね、新たに人を雇いましょう。どんな面構えをした人だ。おお、これは平八郎、二人目の平八郎だな。二人目平八郎がやってきたので、じゃあこの二人目平八郎、ここに航空機体を、行き全然飛行機が足りてないね。そしたらですね、航空隊という意味で言うと、もうこの辺り、マニラ、フィリピンですね、この辺りに配備している航空隊の中から引き抜こうと思ったけど、いないね。そうか。結構航空機の数も足りなくなってきてるな。まあじゃあせっかくの空母のいる艦隊ですが、これはこの先の戦いのために南シナ、台湾、この辺りを哨戒活動させて制海権の確実な確保に努めてもらいましょう。で、徴兵状態なんですが、まだまだかな。訓練状況が全く進んでないので、ここはまだまだ放置しておきましょう。で、戦いの状況はというと、順調にベトナム方面は南下していて、ビエンチャン方面がちょっと苦戦してるな。まあ、ラオス方面ですね。まあ、時間をかけて確実にラオスの方を叩いていきますか。これ中国軍ですね。中国軍の義勇軍が入ってるな。まあ、この辺りがちょっとうざったいんですよね、中国軍も。まあ、確実に進軍を進めていければいいかな。プノンペンまでもうだいぶ迫ってきてるので、
プノンペンを先に抑えてしまって、まあ、ラオスがなかなか粘ってるなという印象はあるんですが、まあ、ラオスの方もねこのまま軍を進めていけば、まあ、なんとかなるでしょう。まあ、補給がね安心できる状態なんで、まあ、中国軍いるとはいえそうそうはやられないかなと。予備兵力っていう意味ではあんまりないのか。そうなると、この第6軍をベンチャン方面に横へから使わせましょう。まあ、うまくいっているベトナムへの南進は残りの3つの軍団ですね。この3、4、5の3つの軍団に任せて、第6軍の歩兵師団をビエンチャン方面に差し向けます。まあ、ラオス方面ですね。まあどうしても中国軍がうざったいんで、中国軍にまあ、ラオスを奪還されるようなことだけがないように、ハノイを奪還されるようなことがないようにだけ気をつけましょう。中国軍がそれなりに入り込んでるな。これも中国軍でね、もう中国軍をうまく排除できればラオス方面も問題なく進められるかなと思います。ビエンチャンさえ落とせば問題ないですからね。まあ、もう中国軍の代理戦争ラオスをね隠れ蓑にしているようなものですからね。準備完了。出撃だ。まあ、ラオスが硬いのは間違いなく中国軍が肩入れしてるからなんで、もう中国軍を早々にやっぱり排除したいな。このまま行くと本当にホーチミンとプノンペン、それぞれカンボジアとベトナムの首都陥落の早そうだな。国力でいうとね、ちょっとまあラオスの方には申し訳ないですけど、ラオスのが、まあ、ベトナムとかに比べるとね一つ二つ落ちるかなと思うんですが、やっぱり中国軍強いな。
まあ、日本としてはこれ以上陸軍の手段は増えない、増やせない、増やすにしても時間がかかるというところなんで、今ある手段を失いたくないんですよね。なのでどうしても慎重な戦いにはなってしまうんですが、それにしたってあんまり時間かけたくないからな。カンボジアの首都プノンペンまでは順調に迫ってるんで、やっぱりちょっとビエンチャン方面、ラオス方面ですね、ここを注視しておきましょう。中国軍の排除が一番重要なんでね。おっとビエンチャン条約だな。戦車ポイントが101あって、こっちとしては全ての州を割譲したいので、全ての州の割譲90で使えるんで、これでビエンチャン確保しましたね。よし、これで全てのラオスの州を割譲させたので、そうなるとビエンチャン方面に差し向けていた軍に余裕ができるので、この軍を使ってさらにさらにとラース方面ではなくカンボジア方面に軍を進めていきましょう。まあプノンペン目指せばいいかな。ちょっとね軍が密集するんで、あの補給のキャパがオーバーしちゃうかなっていう心配はあるんですが、まあ、そこは電撃作戦ということで、ホーチミンまで一気に進軍することを念頭に進めていきましょう。ビエンチャン確保したことによって、軍需交渉はね、それなりに入ってきたのは大きいかな。ラオスの方に差し向けていた3つの師団、
これが一気にベトナムカンボジア戦線に加わるので、まあ事態はさらに好転するかな。ちょっとバランスを見てフリゲート艦あたりに振っていきますか。今フリゲート艦多分作ってないんじゃないかなと思うので、というわけで艦艇もちょっと遊びの要素が多くなっちゃいますが、フリゲート艦を研究していこうかな。で、まあ、このまま順調に推移すればベトナム、そしてカンボジアの併合が完了するので、そしたら今度はインドネシア、マレーシア、ミャンマーですね、まあ、アジアを一気に平らげて、その後北朝鮮、そして中国に戦線を布告していきましょう。ちょっとイラクあたりからも輸入食、そろそろね、輸入先も分散しておくっていうね、リスク管理もしておきましょう。カンボジアが結構思ったよりね、師団の数が多いんですよね、こうやって見てみても。空母をね、陸軍の前線の押し上げとともに連動して移動していきましょう。で、またインドネシア、マレーシアと戦うときは強襲上陸が必要になってくるんで、強襲上陸がね、結構苦手なんですよね。難しい。やっぱり軍が密集してきた分、供給が追いつきにくく
なってはきちゃってるのはしょうがないかな。飛行機の数も足りてないしね。いやー、いよいよちょっと国力のなさが響いてくるな。工場の数とかが全然違いますからね、やっぱり。東アジア防衛連盟と言いつつ、日本しか入ってないからな、ここに。むしろここにさ、誰か招待できないの？台湾とかさ、入ってくんないかな。もう人員状態できないからね、そもそも。虚しいな、この東アジア防衛同盟。中国と戦うときはね、インドとかと手を結ぶという手もありだと思うんだけどな。インドネシアに宣戦布告の準備をしつつ、同盟に入ってくれないかどうか、ここは外交の駆け引きっていう観点でやってみよう。まあ、多分すぐに去ってくんじゃないかなと思うんですけどね、他の国みたく。カンボジア、本当に思ってる師団数が多いな。まあ、インドの義勇軍の様子は、ちょっとまだ出現をしてないようですけど、さっきのを見る限り、一応カンボジアはインドから義勇軍を送られているはずなので、まあ、インドもどっかに潜んでいる可能性は高いですよね。ちなみにさ、タイは、入ってくれないのかな、陣営に。
タイも入ってくれなそうだしな。もうこのまま日本独自で戦争をどんどん広げていくしかないな。いや、カンボジア本当に硬いな。ベトナムの方がなんかぬるくなってきてる感じがある。ベトナムを先に攻略できちゃうかもしれないね。でラオスを戦ってた軍が、もう半分近くは移動してきている。いや、まだまだだな。これがカンボジア、ベトナム戦線に入ってくれば、まあ、戦局を一変させることもできそうな感じはしますが。やっぱ補給だよね。補給が一番重要だからな。なんとか補給のリソースの大きい拠点をもう一箇所ダッシュできれば、劇的に補給の状況も改善されそうな気もするんですけどね。ちょっとここが危ないね。分断されちゃうと。かといって予備の戦力がないからな、ほとんどね。予備兵力を投入できればいいんですが、予備兵力はほとんどないのでどうしようもないんだよね。準備よし。突撃だ。突撃だ。
とりあえず新兵とはいえしょうがないので、新兵をハノイに上陸させて、今苦戦しているカンボジア軍相手に投入していきましょう。ちょっとここで戦線がやっぱり膠着状態に入りましたか。ベトナム、カンボジア、この辺りの連合軍相手に少し苦戦だな。戦線がね、伸びきっちゃうとちょっと危険だからな。ここの補給路をしっかり確保したいけど、ちょっと縦長に戦線が伸びきっちゃってるっていう危険な状態ではあるけど、
戦線をなんか劇的に変えるための予備兵力がないので、この膠着状態をいつまで続けるかだな。まあ、仮にこのね、6つの師団を投入したとしても、あんまり期待はできないといえばできないんでね。まあ、もちろん投入せざるを得ない、投入はするんですが。統率率も装備品も脆弱すぎるからな。ホーチミンに迫ってはいるものの、本当に縦長になっている、ちょっと危険な状態ですね。これじゃあ今到着した新兵軍を膠着状態にある戦場に早速投入しよう。ではね、ちょっと時間が30分大きく過ぎてしまいましたので、今回は一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、引き続きベトナム戦争の続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。